ブローの初夢。むかーしむかし、ある年のお正月の2日に、親父さんが3人の息子に尋ねました。お前たちはどんな初夢を見たんだね。上の2人は自分の初夢を話しましたが、末っ子の三郎だけはなぜか初夢のことを話そうとしません。そこで怒った親父さんが三郎を家から追い出してしまったのです。一文なしで食べるものに困った三郎は、人の畑から野菜を盗んで役人に捕まり、お城の牢屋に入れられてしまいました。ああ、とんでもないことになってしまったな。そこへこの国の心優しいお姫様が、かわいそうな三郎にご飯を運んでくれたのです。あの、お腹が空いておられると聞きました。どうぞこれをお食べくださいな。あ、はい、ありがとうございます。お姫様は心優しいだけでなく、とても美しい人です。三郎は思わず赤くなりながら、ふと思いました。もしかしてこの姫様が初夢の。それからしばらくしたある日のこと、この国の隣にある鬼の国の王がこんなことを言ってきました。この国の姫の美しさは三国一と聞く。姫にはこの鬼王の嫁になってもらおう。鬼の嫁になるなんてとんでもありません。お姫様は今にも泣き出しそうになり、父親の殿様は鬼の王の申し出をきっぱりと断りました。するとこれに腹を立てた鬼の王が、ならばこれから出す三つの問題に見事答えてみろ。もし答えられなければお前の国に攻め込み、姫も国も奪い取ってやると言ってきたのです。まず最初の問題です。鬼の王は端から端まで同じ太さの棒を送ってきて、この棒のどちらの端が根っこだったか見分けろというのです。殿様や家来たちがいくら棒を見てもどっちが根っこだったかなんてわかりません。そこで殿様は家来たちとこんな相談をしました。このままではこの国は鬼に攻め滅ぼされてしまう。悔しいが、万一の時は姫に嫁へ行ってもらうしか。しかしそれでは姫様が。この話を聞いて泣きながらご飯を運んできたお姫様に、鬼の話を聞いた三郎はにっこり笑って言いました。姫様、泣かなくても大丈夫です。火というものは先よりも根っこの方が重いもの。棒の真ん中を糸で縛って吊るすと、重い根っこの方が下に下がります。この話をお姫様から聞いた殿様は、三郎の教えてくれた方法で根っこだった方を調べて、そっちに印をつけて鬼の国へ送り返しました。ぬぬ、人間にも多少は知恵のあるやつがいるな。鬼の王は苦い顔をすると、今度は同じ大きさ、同じ顔、同じ毛並みの白い馬を三頭送ってきました。次の問題は、これらの馬を年の順に見分けろというのです。三頭の馬は見た目が全く同じなので、どれが年上でどれが年下かさっぱりわかりません。困った殿様は三郎の牢屋に行って言いました。三郎よ、先ほどの問題を見事に解いたお前の知恵を貸してくれないか。すると三郎はにっこり笑ってこう答えたのです。殿様、馬が食べる草を
借り入れた年の順に三つ用意してください。今年の草を食べたのが一番若く、前の年の草を食べたのがその次で、前の前の年の草を食べたのが一番の年寄りです。馬も人も生まれて初めて食べたものの味が一番好きですからね。そこで殿様が借り入れた年の違う草を用意すると、馬はそれぞれ違う年に借り入れた草を食べたのです。三郎のおかげでこの問題も見事に正解です。答えを聞いた鬼の王はまたまた苦い顔をしました。人間め、なかなかやるな。だが、次は解けない。しばらくすると、鬼の国から大きな鉄の矢が飛んできました。ヒューン、ズトン。お城の庭に深々と突き刺さった鉄の矢を見ると、手紙が結びつけてあります。その手紙にはこう書かれていました。この鉄の矢を抜いて鬼の国まで担いで来い。よし、今度は何とかなるだろう。殿様の命令で力自慢の家来たちが寄ってたかって鉄の矢を引き抜こうとしました。しかし鉄の矢は地面深くに突き刺さっていて、家来が何人がかりでもびくともしません。困った殿様はまた三郎の牢屋に行きました。三郎よ、またお前の知恵を貸してくれないか。話を聞いた三郎はにっこり笑って言いました。殿様、引っ張って抜こうとするから矢は抜けないのです。考え方を変えて周りの土を掘ればよいのです。そうか、なるほど。三郎の言う通りに周りの土を掘ると鉄の矢は簡単に抜けました。これに感心した殿様は三郎の罪を許して自分の家来にすると、鉄の矢を鬼の国へ持っていく使いにしたのです。さて、見事に鉄の矢を持ってきた三郎を見て鬼の王は感心して言いました。人間の中にお前のような知恵のある者がいるとは驚きだ。鬼の王は三郎の前にお酒のとっくりを置きました。これが最後の問題だ。ここにある鬼王の酒は何の酒だ。すると三郎がにっこり笑って言いました。はい、普通なら鬼の酒は人の生き血を絞る酒と答えるでしょうが、あなたはそんな悪い鬼には見えません。きっと普通の酒でしょう。ガッハッハッ、見事だ。鬼の王は自分のお酒を三郎に渡して言いました。約束通り、姫のことは諦めよう。その酒は褒美だ。持って帰るがよい。一口飲めば百日寿命が延びる名酒だ。やがて三郎が鬼の国から無事に帰ってくると、殿様は大喜びで言いました。三郎よ、よくやった。お前のおかげでこの国も姫も救われた。お前には知恵も勇気もある。どうだろう、姫の婿になってはくれないか。はい、喜んでお受けいたします。こうして三郎とお姫様はめでたく結婚したのです。一文なしから大出世をした三郎は自分の家族をお城に呼び寄せると、親父さんに初夢のことを話しました。親父様、私の見た初夢とは、鬼の難問を次々と解いて姫様の婿になることだったのです。良い初夢は人に話してはいけないと言われています。三郎はその通りにして、こんなに素晴らしい幸せをつかんだのです。
おしまい。